おはようございます。額縁や次男画部を2代目店主、長谷川です。今朝も定点観測体重測定行ってみたいと思います。よいしょ。あれよっと。じゃが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 じゃん。66.4キロ。実は昨日ですね、月一の、定期検診がありまして、数値もね、良くなってたんで、夜ね、ちょっと、お祝いを兼ねて、スイーツなんて食べちゃいました。まあ、そんな結果が如実に出てますね、体重にね。はい、まあ、昨日はね、しょうがないっす。またこれから引き続き頑張っていきたいと思います。はい、次男ガボの長谷川でした。ありがとうございました。